どうも、ダークセイバーです。今回は、トリコの一番食べたい飯を楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。トリコで一番うまそうな料理、決定する。まずニンニク鶏って響きがうまそう。衛生的というだけでかなり加点される。あと100杯。海苔蒸し砕いてまぶしてるのこれだっけ？ニンニク鶏、中央卵、味付き海苔蒸し。カニ豚は食ってみたいと思った。トリコがでかい鳥を丸ごと1羽骨まで食うの好き。作中で一番うまそうなやつ。最初の方で小松のレストランでトリコが食ってる料理全部。ステーキとかをナイフで切り分けるスック。みたいな効果音好き。ライブベアラー戦の料理はみんなうまそうだった。骨なしサンマも食べたい。きちんと調理してるの良いよね。生食もいいけど。フグクジラ。メインの話になってる食材や料理より合間合間に食べてる料理の方が美味しそうだったな。グルメ界のすごい食材よりトリコたちが普段食べてるものの方が美味しそうだよね。サンサングラミー揚げたの食べてみたい。サンサングラミーの天ぷら、エナジーヘネシーとかもうまそう。汚ねえけどお菓子の家は好きなんだ。虹の実いいよね。トリコがちゃんと味について具体的に言及してるのがいいよね。口の中で一瞬で七色に味が変わるっていうのはファンタジー食材だけど割と説得力があった。感想が美味しいではなく楽しいってのも好き。お休みの気強いよね。ゴッドはまずそう。現実に存在してて欲しいのはライフと守護諸島。料理というかトリコがその辺の獣や食材そのまま食うときのがうまそうまである。シャクレラーメンいいよね。麺類を美味しそうにするよね。検索したら再現風レシピがたくさん出てきてダメだった。やっぱ骨なしサンマだよ。なぜか収録されてないけど最初に書かれたトリコのプロット版のイノシシっぽい動物殺して食ってるのが一番うまそうだった。シュラン流ってどんな感じなんだろう。調理方法ひどすぎるけど海苔巻き食べてみたい。キンキンに冷やしたメローコーラは絶対うまい。始終前に四天王で同じテーブルで中華料理食べてるシーン好き。ベーコンの葉の味はベーコンとどう違うんだろう。サンサンテキーラ飲んでみたいな。ジュエルミートとかグルメ界入る前の方がうまそうなもの多かった。俺は霜降り豆腐に心を奪われたな。無料配信でサンサングラミーとメルクの星屑の組み合わせがやっぱり食いたいなって思った。お腹空いてきた。栗ウニのパスタをボサノバ聞きながら食いてぇ。乾燥ジュエルミートふりかけのやつがうまそうだった。ガララワニ食いたい。食材まんまでうまそうだったのはジュエルミート。口直しのガリが羨ましい。味が想像しやすいのもあって美味しそうに感じる。架空の素材を使った現実の料理ぐらいが味の想像をかきたてられてうまそうに感じる。霜降り豆腐と骨なしサンマとあと霜降り豆腐食べてみたい。老人ホームの患者の食事かよ。フグクジラ食べたい。なんなら普通のフグでもいい。指パッチンで火をつけるハマキみたいなやつもうまそうだった。普段タバコ吸わないけど。海苔虫なんとなく好きだったんだけどアニメでなかったことになってた気がする。虹の実本体より虹の実ジュースの味が気になる。骨なしサンマというか骨なしの魚が羨ましい。プラスで読んでるけどやっぱり中盤あたりも面白いな。ロースバナナも食べてみたいけど思い浮かべる味がバナナのせいでバナナ味に引きずられて困る。骨なしサンマ。グルメ界行く必要なかったと思うんだ。グルメ界の食材で美味しそうと思ったの思い出せない。洋食界だけ海苔が昔に戻って楽しかったな。入ってからああいう食べ歩くシーン少ないからな。グルメ界は八王とかめちゃくちゃな環境とか冒険者としては面白かったよ。まあグルメ部分は人間界にいた時の方が良かったのは同感だけど、虫は無理。ベジタブルス界に行きたいけど過酷すぎる。フグクジラやらジュエルミートやらメテオガーリックやらグルメ界行く前のシリーズは大体ボス食材もうまそうだったじゃん。捕獲レベルと味は関係ないからな。読み切りの時のトリコの食べ物うんこ含めてみんな好き。あれで連載になって嬉しかったから。骨なしサンマ好きなやつは人工サンマも好きそう。微妙に科学的な小ネタが入るの良いよね。フトンチッドとかシバリングとか、オートファジーがノーベル賞取った記念にジュエルミート編無料配信とかジャンプラでやってたような。酒飲む時はつまみ考えて食べようってなるなった。ライブベアラー戦はうまそうなの多かった。フルコースのメニュー生で食ってばっかりだな。と思ったらラストのラストに調理し始めた。サイダーキウイがシンプルにうまそう。ちょっと再現しようと頑張ってみて親子丼にニンニク風味合わないな。ってなった。焼き鳥の余ったのを親子丼リメイクみたいなのが一番近いだろうか。グルメではないけどメローコーラにたどり着くまで現地調達でカロリー補給してるのいいよね。名前忘れたけどなんかの豚肉はうまそうだったな。カニ豚じゃねえか。
グルメシティはうまそうな飯多かったよね。野菜多めの焼肉もうまそう。トロル昆布も食えるのかな。現実でいうブッシュミート扱いなのかな。味消しがリスラうまそうなのはずるい。しかも無料サービス。まず1話冒頭がうまそうなことうまそうなこと。死闘でブランデーの瓶底切るの練習したけど無理だったわ。しかし占いのり巻き。てめえはダメだ。まあ内側は普通に食えそうだし。フグクジラが真っ当にうまそう。毒化した時の食えない感と調理した時の魚類でも哺乳類でもない感がモノクロ漫画でわかるのはすごい。また読みたくなってきたな。こんだけ長期連載なのに1巻から20巻ぐらいまでは本当にノンストップで常に面白いんだよ。一番食いたくねえなって思ったのは恵方巻き。おっさんのプロレスによって汗が染み込んでるんだっけか。トリコで好きだった料理を思い出すと結構初期に偏ってしまう。途中から味が全く想像できないから仕方ない。高機能は料理というか概念に片足突っ込んでる感がな。虹の実が食べたい。甘み成分はいくら詰め込んでも良い。保存層取りに行く直前に食った焼肉屋の野菜。あれが一番うまそう。腐ってたやつか。スナック産地の想像つきそうでつかなさそうでなんとなくわかる感がいい。そう。地上の野菜すべてがゴミに見えるやつ。トリコの大好物がレベル1以下の生姜豚ってのがなんかいいんだ。ある意味美食っていうテーマをこれ以上なく表してるよね。アカシアのフルコースとかなんか美味しそうなのあったっけ。アースは割と美味しそうだと思う。タケシイタッケと思ったらこれ鼻の穴じゃなくてメカ。ベジタブルスカイで食道楽したい。BB コーンポップコーンが美味しそうだったから一時期ポップコーンにハマった。がっかりだったのはゴッドが全然美味しそうに見えなかったどころか正直一番食いたくないものだった。アカシアのフルコースは悪魔目覚めさせるとか味覚の開花やら効能の方が主眼だからな。ゴッドはなんか最高級の卵みたいに見えて割と好き。でも披露宴でなんだかんだでうまそうに調理してたので終わり良ければ感。俺も最近は肉より野菜が好きになってるからベジスカイ行きたい。ゴッドはあれどういう食い物想定してんだろうか。ピータンみたいな感じ？エアは食ってみたい。食べ物もいいけど癒しの国ライフ行きたい。味覚の想像は限界あるからな。後半は虹の実とかビリオンバードの卵みたいなプルプル食材が多かった気がする。味消し狩りがなぜか印象に残ってる。街中で自由に無料で食えるのが魅力な気がする。ビリオンバードは？肉はともかく、爪や羽まで使えるってのは謎だけど。鉛みたいに重くて肉と見まごうようなエアよりカリッとジューシーなお存層が食べたい。小松が何かしたら一人でも食えるだろう多分。食材そのもののうまさがメインで調理が最低限なのが多いのも味を想像させにくくしてたと思う。披露宴でちゃんと調理されたやつは大体美味しそうだったしな。一時期それで小松の存在価値が危うくなりかけてたけどセンチュリースープやグルメカジノとかでリカバリできた。食運や食材に愛されるって設定が前に出てきて突き抜けた。後半だと大貝はちょっと食べてみたい。初代メルクに会いに行く時に途中で食ってたカニがすごいうまそうだった。ポテトの泉の近くに住みたい。穴ざくうと味覚が開花するって設定は好きだ。ハンニャパンダの調理が蒸し肉だったのがなんかそそられた。結局のところビールと骨なしサンマに落ち着く。時点で節能が作ってくれたニンニク鶏の親子丼。デビル大蛇高の肉でパテ作ったハンバーガー組み立ててるとこ好き。ゴッドの味はもう全然わからん。ジュエルミートとサンサングラミーでキラキラになりたい。披露宴でスタージュンが10年越しくらいでジュエルミート食べて美味しそうにしてたのが何か好き。クリウニのパスタ食べたい。サイダーキウイが好き。グルメ会以降は食事を楽しむシーンが少なくなっていくから洋食会で飲み食いするとことかあの辺好き。ミドラのフルコース。ジュエルミートはあれみんな生で食ってたよね。捕獲レベルは飾りだってユダのフルコースが証明している。親子丼がうまそうだった。虫系は無理かな。マンサムが用意した食事とかゼブラの必勝祝いとかああいうデインと張ったり聞いた並べ方するとこ好きだな。ドラゴンボールやワンピでもああいうコマはワクワクするんじゃ。恵方巻きは食材集め含めちょっとだれてた感はある。まあその後がしんどいパートなので息抜きとしては良かったけど。恵方巻きは作り方がちょっと不快だった。すね毛とか胸毛入ってそうだよなあれ。ベーコンの葉最高だろ。ニンニク鶏の親子丼が死ぬほどうまそうで今でも覚えてる。味の表現ろくになかったけどルビークラブうまそうだった。結婚披露宴は本気で感動した。今まで読んでて本当に良かったと思った。ところでなんだよエンドマンモスって。トリコが最初に言った通りネオの肉でもいい気はしたけどあいつ食霊だからな。BB コーン食いてー。虹の実を出す前とか刑務所での食事とかの料理名はないけど楽しく食べてるとこいいよな。マンサムのはうまそうだけど急性アル中になりそう。一番うまくなさそうなのはジジイの口から出る湯葉かな。
後半はなんか気持ち悪いものを見てよだれと涙が止まらないぜみたいなのばっかだった気がする。 BB コーンは調理法も世界観と合わさってていいよね。骨なしサンマは加工食品で似たようなのがあって驚いた。未開の地のレア食材より人間用に作られたものの方がうまそうなのは当たり前ではある。 BB コーン編はポップコーン食いながらメローコーラ編はコーラ飲みながら読むよね。メローコーラはコーラと言ってるのにメロンサイダーでずっとイメージしてたことを思い出した。グルメ会序盤だけ人を話せる相手も食べてたけどその後は皆無だった。あたり作者編集がちょっと危ないラインだと思ったのかな。バッカス諸島は酒だけじゃなくつまみも豊富なのが羨ましい。いいよねバッカス諸島。エメラルドワイン飲みてー。骨なしさんま、サニーの独自言語ってアニメでもそのままなの？グルメカジノで出てきた食材が結構うまそうだったのが記憶にある。ゲテモノ多そうだけどブランチがいた村も楽しそうだ。ウコンウンコだったかウンコウコンだったか。肉にナイフ入れるギオンガスクなのがなんか好き。せっちゃんが作ってくれた親子丼が本当にうまそうでな。虹の実縮小会でトリコが食べてた料理好き。ブランデーのチェイサーにビールとか真似したわ。出国前のジュエルミートふりかけ、食事中はもちろんだけど移動中とかの合間合間で酒飲んでるシーン多いな。デビルダイジャのハンバーガーとプラチナレモンとテキーラいいよね。最後がよく話題になるけど最終回も結構好き。初期みたいなノリで宇宙に行くやつ未知すぎて想像できねえ。ってのよりもある程度モデルがあるというか味が想像できる食材によだれが出る。ヤオウってやっぱうまいのかな。醤油バッタとかポテトハリネズミとか視覚的に食いたくない食材が多すぎる。虹の実の酒いいよね。フルコースの捕獲レベルがインフレしていくところに出た禅のフルコース好き。1話のモブのおっさんが食ってたカニ食べたい。道中の飯は美味しそうなのは味が想像しやすい素材なのもあるけどでかかったり分厚かったりするのをバクバク食ってるのがうまそうに見えるのもある。ドリアンボム太巻き、今にしては飲酒喫煙ありな主人公も珍しい。捕獲レベルとフルコースはまた別なのがいいよね。ネオに食われると消えるのはあれ消えるというか青の宇宙の胃袋に収まっちゃってたんだろうか。ネオは赤宇宙の別腹を発動済みだからこっちを食えるけどこっちは青宇宙の別腹ないからネオへの捕食が攻撃にならないとかそんな感じで。グルメ界入った直後のまだ食レポできてたあたりまでは良かった。そこから先はスケールでかすぎて食レポが追いついてない。トドリアンボム会はお腹痛くなるぐらい笑った。世界中の料理人が、顔をしかめた。グルメピラミッドのカロリーゲージ回復するためだけに食ってた特殊料理食材の虫も食ってるのがゼブラとトリコで当たり引いた方をずりーって言い合って食ってるのがすごいうまそう。ママのキッス、このマザコンが一回通して読んだはずなのに後半はほとんど理解できてなかったな。なんでネオは最終的にトリコの結婚式で出るくらい食欲収まったんだ。みんなで食う食事はうまい。マザコンのフルコースとアカシアの独白が答えで思い出に味があるのだ。トリコの中の鬼に一人だけすげえ弱いやついたよね。アカシアのフルコースはもう概念だよね。うまいもの食ったら強くなる世界なんだから世界を構築するありとあらゆるものは食えてもおかしくないよねとか。うまみがあるのは間違いなしだけど一個一個概念が食えるようになっていく何かでしかないよね。出番以外に多い会長ゲロルド。服が朽ちるレベルの臭さってなんだよ。刺激臭があって腐食性を持つ機体なんか腐るほどあるぞ。黄金イクラをスプーンでそのまま食べるやつが地味に好き。初期の頃目当ての食材探しに行く道中で拾い食いした食べ物がやたらうまそうだった。バナナキュウリだとかなんかのキノコとかクリームマツタケとかサーロインキノコとかすごく美味しそうだった。バナナキュウリのベーコンの葉巻きいいよね。なんかよくわからん鳥を骨まで揚げて食うやつとベジタブルスカイ序盤の超絶サラダバーと獣王卵親子丼が好き。実際極度の味の快感ってそれ薬で得られるものに近しいよなって思う。